はい、どうも皆さん、こんにちは。伊豆彦です。それでは今回なんですけども、今回は、前回お伝えしたメルペイのチャージ方法や、登録方法から、で、切り替えて、今回はメルペイの使い方実践編ということで、お伝えをさせていただきたいと思います。で、その中でも今回お伝えさせていただくのは、メルペイのあのクーポンのついてる今話題のセブンイレブンのおにぎりが11円で買えるというものですね。こちらのやり方を今からお伝えしていこうと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。まず最初にやっていただくために、まずチャージとか登録が必要なので、その分は概要欄に登録方法をリンク貼っておくので、そちらをご確認くださいませ。それでは早速やっていきたいと思うんですけども、まずこの画面ですね、メルペイのアプリを開いて一番の画面なんですけども、もう早速クーポン、前回僕が1000円チャージしたのでクーポンのところがあるので、そのクーポンのところをピッと押していただくと、この2番目の画面に変わります。で、早速紅鮭のおにぎりが出てるので、このもちろんセブンイレブンのお店に行った時にこの操作していただければと思うんですけども、2番目のこのクーポンを使うを押していただきます。で、これを押していただくと3番の画面に切り替わります。で、青く薄く出てるところですね、めくってクーポン情報を表示というところがあるので、会計時にめくりましょうということで、で、ここでちょっとネックなのが、めくってしまったらいつどれだけのいつまで使えるのかなっていうところがちょっと迷ってしまうんですけども、できればその会計時にめくっていただければと思うんですけども、めくったら右の4番目の画面に変わります。そうするとそこに今バーコードって書いてるところはちょっとバーコード消してるんですけども、一応右上が制限時間になっておりまして、大体24時間使えるというものになっていると思います。間違えて押してしまっても、24時間以内に行けば、一応11円でもおにぎりを買うことはできるということですね。で、4番目のお支払いというところを押していただくと、早速、僕 iPhone XS を使ってるので、かざして使うようなタイプでお支払いをするようになっております。なので今こちら左側の画面がぐるぐるって読み込んで、そこでレジにかざしてくださいということで、その時会計時に ID でお願いしますって言ったら、店員さんも ID ですねって言って、対応してくれるので、なので、そこはもう全然わからなかったら言ってもらえれば、これでお願いしますって言ったら、会計の時も、店員さんもすぐわかってくれるかと思います。で、その時お支払いが終わったら、右の画面に変わります。ご利用のお知らせ、メルカリからですね、509円のご利用ありがとうございますと出てきます。で、なんで僕509円なのかっていうと、次の画面で出てくるとわかるんですけども、おにぎりとプラス、冷やしダブルチャーシュー麺っていうのが美味しそうだったんで、買っちゃいました。で、一応、おにぎり11円ということなんですけども、右のレシートの画面見ていただくと、豚骨煮卵おむすび、もともと140円のものが、クーポンを使って129円になっていることがわかるかと思います。なので、これで実質11円で、購入したというものになっております。なので、200円以下のおにぎりであれば、このクーポン適用することができるので、で、セブンイレブンにも限らず、他にも、牛角とか、お寿司屋さんとかでも、クーポンが出てるとこ、あとガストとかもあるので、そういったクーポンをよく利用される方であれば、こういったのはかなりお得なのではないのかなと思います。ということで、今日はここまでにしたいと思います。また何かしらの、チャージ方法、登録方法などがあれば、僕の方からまたレクチャーしていこうかと思いますので、ぜひこのチャンネルが気に入った方は、チャンネル登録、グッドボタンなどしていただくと、あとツイッターもやってるので、ツイッターもフォローしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。